トンバクトンバクはイランで使用されるコブレット型太鼓の一種。ザルブ、ドンバクなどとも呼ばれる。ダフと並んでペルシア音楽で重要な打楽器である。ペルシア音楽においては19世紀までダフが主要な打楽器としての地位を占めており、トンバクは歌手の伴奏楽器に過ぎなかった。1940年代になり、ホセイン・テヘラーニーがトンバクを用いて様々な演奏活動。 普及活動を行っていく中で、トンバクという楽器の持つ可能性が改めて見直され、ペルシア音楽でも主要な打楽器としての地位を確立した。現在では、その複雑な奏法を活用したソロ演奏もしばしば行われている。胴体はクルミやクワの木からできており、一本の丸太から削り出されている。高さは3 4トルから5 4トル 画面の直径は2 2トルから3 2トルのものまであり、大小様々なサイズがある。革は羊やヤギ、ラクダや牛の革などが使われている。ホセインテヘラーニーの登場以前と以後では、双方が大きく異なっており、登場以前の双方については不明な点が多い。指を細かく使うことによって持続音のような効果を出す。 リーズ双方が最も特徴的であり、この習得は大変難しいと言われている。ありがとうございます。